はい、こんにちは。おはようございます。今日吹かしてるのは通芸のテイスティングバイクで、アーリーモーニングを吹かしています。まずくはないけど、なんかこのパイプだとあんまり合わないのかな。やっぱパイプによって味ってタバコって結構変わりますよね、パイプのタバコの場合は。で、今日話ししたいのは何かっていうと、パイプタバコは安いのかということです。ランニングコストですね、経済的なお金のお話ですが、結論申し上げますと、行くところまで行くと安くなるかもしれませんという変な言い方になります。で、どういうことかっていうと、例えば、まあ、私の場合なんですが、私の場合、買った 50g1 缶、もしくは1パウチ、1パックですね、消費するに大体1ヶ月とか、もしくは短くても3、4週間くらい、3週間くらいかな、大体かかります。で、1パックって大体1200円から高くても2000ちょっとぐらいで大体買えるんですね。で、それを考えると、プラスモール、まあ、掃除用の道具ですね。代を考えても、まあ、一月5000円あれば足りるお釣りが来るんですね。で、例えば1日1箱吸う人400円だとして、かける30日だと1万2000円ですか。はい。で、同じように、2日で1箱吸う人だとしても6000円ですから、それと比べても私のタバコ代はだいぶ安いというふうに言えると思います。まあ、着火器なんかは、まあ、こういった100円ライター使ったり、パイプライターとか持ってますけど、使ったりとかですね。で、一見すると確かに安いように思うんですが、ただ、これまでパイプやタバコ代に使った金額を考えると、なんとも言えないです。で、特にパイプタバコは、パイプを集めたり、タバコをいろいろこう銘柄してみるっていうのが一つ楽しみでもあるので、そういう意味では、まあ、高くつくというか、なんでしょうね、いろいろこう収集していくと、お金は結構使ってしまうようなことになると思います。ただまあ、ある程度私はもうパイプがだいぶ揃ってきた感が、個人的にはするので、これから多分買い足していくことはそんなに多くないと思います。で、それを考えると、実際のところはかえって安くなるのかなと。ただ、これまで使った金額を考えると、明らかに1日1ワークする人よりも、お金は多分使ってるんじゃないかと思います。ただもうパイプはもうあんまり買わなくなってくるかなと思いますが、はい。ですので長期的な面で見ればパイプは確かに安いかもしれません。また同じように手巻きタバコとかもですね、長期的に見れば安いかもしれませんが、結局いろいろこう手出してタバコを買っちゃって、お金やパイプとか買っちゃってお金とか使っちゃうっていう人の方が多いんじゃないかなとかって思ってます。はい。だからパイプも手巻きもキセルもそうですけど、安く済まそうと思えばシガレットのやつよりも明らかに安く済みます。ただいろいろ収集しちゃったり、こう趣味の方に走っちゃうとやっぱりこうお金がかかっちゃうっていうのは仕方ないところですね。はい。ということで今日はパイプタバコってお金かかるのっていう話をしました。もし初心者の方でですね、パイプタバコってお金かかるのかなっていうふうに思う方いるかもしれませんが、まあ、かからないようにすることもできますが、実際その面白さにはまってしまうと、おそらく趣味の方に、その趣味としてお金をかける人の方が多いと思います。でも、それはまあ一つね、人生の楽しみが増えるっていう意味では、私は喜ばしいことなのかなと思ってます。特に一生続けられるのでね、スポーツとかと違って、年取ってきたからやめようとか、あと、まあ、もちろんスポーツでも年取ったとしても、やっていく人も当然いますので、それは人それぞれですけども、まあ、なんだろうな、そこまでこう体力とか、なんかこう、使うようなものでもないので、タバコですから、そういった意味では長く続けられるものかなと私は思っています。はい。
で、すいません、ここで一つお知らせです。28日土曜日、今週ですね、また再び、ニコニコ生放送の方で、パイプタバコの雑談が、あります。夜の7時から行うそうですので、ぜひ、パイプスモーカーの方、および初心者の方も、パイプスモーカー、パイプタバコに興味のある方もですね、どなたでも結構ですので、パイプタバコ好きだ、もしくは興味あるという方であれば、また、皆さん足運んでいただいて、ざっくばらんに話せればと思っております。私もちょっと覗いてみますので。はい。では、今日はそのところで、動画を終わりにしたいと思います。ご意見、ご要望等々ありましたらいつものように下のコメント欄の方に、書き込みの方よろしくお願いいたします。では、今日はここで終わりです。